こんにちは今日は水の傘の単位、デシリットルを楽しく覚えようこの動画を見ればリットルとデシリットルの関係がよくわかるよ今回の動画もくだらないけど覚えちゃうーこれはある寿司職人を目指す若者のお話。彼の名前はことぶきつかさ。 寿司を握るために生まれてきたような名前の彼はこの寿司屋で修行を積み重ねついに初めて寿司の握り方を教えてもらえることになったそんな彼に握り方を教えるのが寿司職人のリトールその名前の響きから常連客の間ではリットル師匠と呼ばれているそしてその弟子であることぶきつかさくんは「弟子リットル」と呼ばれることとなった 握り方の修行が始まって数日経ったある日、リットル師匠はデシリットルにこんなことを言った「なあ1分間で寿司何個握れるか勝負しようや」えでもという間もなく勝負が始まった1分後、デシリットルが握った寿司は1個。一方、リットル師匠が握ったのは十個。 圧倒的であったガハハ歴史が違うからな当然だでもおめえ筋がいいぞこれからが楽しみだ頑張れよはいというわけで今の実力を見てみるとリットル師匠と同じ時間に同じ数の寿司を握るためにはデシリットルが10人必要だということになるつまり1リットルは10デシリットル その後デシリットルはさらに修行を続けついに「2代目リットル」と呼ばれたとか呼ばれていないとかめでたしめでたしねやチャンネルでお願いします。このチャンネルでは学習や生活の,中の謎や疑問を解決していきます。 また、すぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。